4月2日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて246円69銭安い 17,818 円72銭でした。トピックスは昨日に比べて 21.21 ポイント安の 1329.87 でした。東証一部全体の 86% にあたる1872銘柄が下落しました。上昇したのは全体の1割266銘柄にとどまっています。軟調試合でした。マザーズ指数が昨日に比べて 1.2 ポイント安、日経ジャスダック平均株価は昨日に比べて26円安ということで、東京市場は4指数とも下落して終えています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は先週と今週序盤は1万9000円挟んだ攻防だったんですが、昨日大きく下押しされまして、今日も売りやまずといった格好です。246円安 1.3% の下落でした。ただ今日に関して申し上げると、5分足チャート今日の安値というのは前場ですね。この10時過ぎにつけたところが安値で、5場はなんとか前場の安値を割り込まずに終えています。こうした中でなかなか元気のいい話が聞こえてきません。今日は特に自動車関連銘柄が冴えない動きとなっています。例えば7201日産自動車の冷やしチャートです。こちらも売りやまずで陰線が3本続いています。今日も一段の下げといった格好ですね。安値更新中の日産は今日は19円安 5.5% の下落になりました。コロナウイルスに伴う外出自粛で新車の販売台数が落ち込んでいると、昨日新車販売台数が落ち込んでいるというデータが出ていましたけども、こちら自動車メーカーにはこの外出自粛ですね、なかなか逆風となっているようです。日産は今日は 5.5% と、かなり大幅な下落でありました。一方でいわゆる巣ごもり関連なんでしょうか、2782ジャスダックのセリア、100円ショップを展開している銘柄でありますけども、こうしたところ日用品の買いだめ巣ごもりの需要が発生するということが見込まれることからか、この株価は値を保っていまして、今日は50円高 1.6% の上昇で終えています。今日の東京市場軟調試合ではありましたけども、日経平均は前場の安値を割り込まずに、なんとか下げ幅広げずに5場引けたという格好でありました。246円安 17,818 円で大引けを迎えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。